うちのチャンネルでは珍しく久しぶりにちょっとね、おとなしい動画でございます。おとなしい、皆さん知ってますか？ ASSM SM? SAS も知ってる、あんまりわかんない ASMR ASMR、そうです、皆さん。はい、 ASMR ってあるじゃないですか。今合ってた俺。合ってた、大丈夫。言ってみちゃおう。ちょ、もう一回聞いてみる。わかんねえ。いつの間にか流行ってて、詳しく説明すると、音がよく聞こえる録音機みたいなやつをいろんな YouTuber さんとか、まあ、YouTube 投稿してる方が使って、食べてる音を聞かせるみたいな。買ったんですけど、これこういう機械を食べてるところに置いて、わざと口を開けてクチャンクチャンクションクションと、普通だったら行儀悪いじゃないですか、口開けて食べるなんて。クチャ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 って、なんかうまそうにさせるじゃないけど、それをさ、俺たちじゃなくてタノスとタヌちゃんの食べてる音ってすごくいい音するの。カリ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 って言いながら食べたりとか、音がまた可愛いんですよ。ちょっとね、久しぶりにメインチャンネルでこの機械を使ってペットちゃんたちの食べてる音をちょっと録音してみたいと思います。で、なんでペットチャンネルじゃなくてぴょんくまチャンネルにあげるのかっていうと、ぴょんくまチャンネルのめちゃくちゃペットちゃんたちどうなったんだって、どうなってんだみたいなのね。だから久しぶりにあげるときは、まあ、ご報告も兼ねて、僕のツイッターを見てる人はペットちゃんたち結構あげてるんですよ。今元気かとか、どんな感じかみたいな、たまにあげるんです。だからもしペットちゃんたち気になったりする方は、ペットチャンネルもそうだけど、僕のツイッター概要欄にリンク貼っとくんで、そこでペットちゃんたちの生存確認をしてもらえると嬉しいです。はい、という感じで、ペットちゃんたち聞かせる前に、普通に食べてる音がどれだけ聞こえるのかっていうのもちょっと聞いていきたいと思います。一回試して使ってみたんだけど、結構いい音になるんですよ。これおすすめみたいで、なんかインターネットに書いてありました。大体こういうの使ってて、これはすごいいいやつだよって。見て見て、楽しい。手についてる匂いが分かるか、何か。あ、出てこない。皆さん、佐野ちゃんです。おいで佐野ちゃん。あ、いい子ね、かわいい。はい、これが佐野ちゃんの最近のね、恋人でございます。たまちゃんでございます。顔出しちゃった。佐野コロピンコロパンコロペン。基本的にこの小屋が2つ並ぶことはないんですよ。なんでかって言ったら、佐野ちゃんは寒いところが好きで、まあ、僕と同じ体質なんで、僕の部屋でずっと冷房つけて温度管理してます。で、佐野ちゃんはあったかいの好きなんで、ヒーターを入れて、まあったかい部屋で管理してますね。佐野ちゃんおいで、おいで佐野ちゃん。はい、どうぞ佐野ちゃんおいで。よくやね佐野ちゃん。佐野こっち。あ、かわいい。ないないない。あ、かわいい佐野。いい子よね、サナちゃん。カメラやで、久しぶりの。あ、ぶっ飛ばした。久しぶりのタヌちゃんでございます。相変わらず出ると狭いところに隠れようとします。皆さん、そしてですね、実は田尻くんが最近よくうちにいるんですけど、田尻くんね、ペットちゃん飼ってて、デフーちゃんでございます。
田尻がうちによくいるじゃないですか。だから一緒に暮らしてます。もううちに家族がねさらに増えてます。ちょっと佐野ちゃん、そこは田野ちゃんのお部屋ですよ。佐野す、あ、人の砂場それねえ、それ田野の砂場ねえ、佐野ちゃんの砂場あるでしょそれねえ、ちょっと人の砂場でオーブルしないで。全然飯してるじゃないですか、皆さん。うまいですか、ね、もういらない、いらない、ああ、登ってくんのかい。タヌちゃんでした。出ちゃう出ちゃう出ちゃうね、助けて出ちゃう。ここ登ってここ、あ、そうそうそう、はい、どうぞ。うわあ、出ちゃう出ちゃう出ちゃう、みんな出ちゃう。楽しいで、餌やで、はい、という感じでペットちゃんたちのご飯動画でした。かわいいね君。何？何？